モンゴリアンデスワーム2009年に、ウクライナのハリコフで描かれたモ、モンゴリアンデスワームモンゴリアンデスワームは、ゴビ砂漠周辺に生息すると言われている、巨大なミミズやイモムシのような未確認動物。牛の蝶に似ていることから、現地では、オルゴイホルホイと呼ばれている。別言語では、オルゴイコルコイと呼ばれることもある。モンゴリアンデスワームの捕獲例はなく、 撮影された映像も存在していない。この未確認生物は、ロイ・チャップマン・アンドリュースの1926年の本、オン・ザ・トレイル・オブ・エンシェント・マンに掲載されたことで、初めて西洋で注目を集めた。アンドリューはこの生物を、モンゴルの役人の集まりで聞いたが、その存在に納得していなかった。出席者の誰もその生き物を見ていなかったが、彼らは皆、 その存在をしっかりと信じて、詳細に説明していた。アンドリウスは、オンザ・トレイル・オブ・エンシェント・マンで、1922年に、ワームについて説明した、モンゴルの EN、ジャクハンズ・クータグッド・ソット・ナミン・ナムデンブ・イザー首相の、言葉を引用している。約2フィートの長さのソーセージのような形をしており、頭も足もない。非常に有毒なため、触れるだけで即死を意味する。 ゴビ砂漠の最も高涼とした地域に住んでいる。1932年、アンドリウスはこの情報をザニューコンクエスト・オブ・セントラル・アジアという本に再び掲載し、ゴビ西部の最も乾燥した砂地に住んでいると報告されていると付け加えた。しかし、アンドリウスはその生き物の存在を信じていなかった。1983年にヘビの一種であるタルタル・サンドボアの標本が オルゴイホルホイを見たと主張する地元の人々に見せられ、これがオルゴイホルホイと呼ばれる動物であることを確認したケースもある。体長は約50センチメートルで、成虫は1.5メートルにも達する。体重は約9キログラム、体色は暗い赤色をしていると言われているが、発光するです。ワームの目撃弾も存在する。通常は地中に掘った穴の中に潜んでいるが、 ゴビ砂漠に雨季が訪れる6月から7月にかけて地上に現れ、出現時に周辺の雲蛛や蛇は姿を消すと言われている。デスワームはゴヨという毒性の植物の周囲を好み、ゴヨの毒の成分を体内に取り込んでいる。獲物を見つけたデスワームは両端を跳ね上げるような仕草を見せて相手を威嚇した後飛びかかって毒液を吹きかける。地死性の毒液は 蒸気状で黄色く、触れると酸に触れたような痛みを感じるが、7月を過ぎると毒性は大きく低下する。また、離れた相手に電撃のような刺激を与えると言われているが、動物学者イワン・マッカールはこの特性を噂話が誇張されたものだと疑問視している。1800年代初頭にロシアの調査隊がデスワームの存在を認識し、 数百人がデスワームの毒によって死亡したと伝えられている。ソビエト連邦崩壊後、外国人によるデスワームの調査が活発になる。1990年から1992年にかけてチェコの未確認動物学者イワン・マッカールがゴビサバ爆南端でデスワームの調査を実施し、多くの目撃団を収集した。2005年に 動物学ジャーナリストリチャード・フリーマンを中心とするイギリスの研究チームがデスワームの創作を実施した。創作前、フリーマンは地質性のある毒は伝説的なものとした上でデスワームは実在の生物である可能性が高いとしていた。しかし、フリーマンはデスワームを発見できずデスワームを架空の生物と結論付けたが調査の過程では地中を掘り進む。 爬虫類と思われる無毒の生物も目撃された。デスワームの正体としては以下のようなものが挙げられている。ありがとうございます。